香川県の包括外部監査人を務める公認会計士の山崎康さんが池田知事に監査結果の報告書を手渡しました今回は県が昨年度行った観光に関連した住居の事業を対象に監査し不当で改善を要する指摘が6件不当ではないが改善が望まれる意見が34件ありましたこのうち瀬戸芸の実行委員会に対して 県は昨年度、およそ1億3500万円を負担金として支出していますが、手続き上、自己承認となっていること、確定した収支決算が適時に開示されず、正確性にも問題があること、実行委員会の繰り越し金が毎回増え、2億8000万円近くになっているのに、どう使われるのか明確になっていないことなどの問題点を挙げ、改善を求めています。 県は報告書への対応状況を今年9月までにまとめ、県の監査委員に報告します。